昨日くらいに一緒に食べるためにドッグフードを用意して待っています。そうね、ピザーラさんの、ピザーラさんが犬用のね、ピザを出してて、しかも味がテリヤキチキンなんだって。そうそうそう。で、あなたに見せるけど本当にチキンが乗ってて、多分人間も食べれる、結構でも甘そうだった匂いが。残りの半分はリオちゃんが食べましたって、多分マロンに怒られるから食べられません。でもこれはね、売ってるお店を調べて、したらマークイーズさんにあるって聞いたので、マークイーズに行って、すいません、犬用のピザありますかって言おうとしたら、ショーケースに並んでたので、皆さんマーキーズに行ったら見てください。劇場に劇場に行ってマーキーズに行く機会があったら見てください。なんかね、ケーキとかもあったんですね。テリヤキチキンってあんじゃん。でもケーキはもうこんくらい、今年はちっこいのにしました。犬用のピザもあるんだって。そう、あったのです。ハンバーグも買ったことあったけど、ピザの方がなんか美味しそうだなと思って。聞くだけで美味しそうでしょ、でしょでしょ。うん、劇場に行くときにいつも通りかかるお店。あ、そっか、ファンの方いそうだよね。なんか髪の毛がまっすぐならない。たまにミスで食べます。何をピザ犬もピザ食べたい。でもマロンのために昨日は12時まで、今日朝さ早かったのにさ、12時まで起きてさ、マロンおめでとうって言ったけど、マロンずっと寝てるの。もう寝てて、マロン今日誕生日だよって、あなたハッピーバースデーだよマロンって教えてあげたんですけど、あれでしたね。何でもあるんだね。だってそう、何でもあるんです。でも人間のものは逆に食べれないから、もやしとかじゃないと。のことはもやしダイエットしてるから。ケーキ甘いのかなだって。でもね、小麦粉使われてたよ。なんちゃんお仕事疲れたから癒して、ビームビーム。なんかいっぱい飛んできてる。てかありがとうございます、吉田さん。フリフリありがとう、母ちゃんもありがとうございます。しかも赤、ありがとう、かわいい。ビーバップさんもありがとうございます。のりさんもありがとう。タラの魚さん、かわいい、ありがとうございます。てっちゃん、 I love you、 ありがとうございます。たけさんもかわいい、ありがとう。てっちゃん、いっぱいありがとう、ありがとうございます。あ、これ色変わるんだ。一番最初の色が赤なのかなね。一番最初の、あ、赤だ赤だ、すごいすごい。ピンクだよ、だって。あ、そうなんだ。まこさんはわかるかな。マロンの推しカラーはじゃあ何色にしようかな。茶色とかないかな。茶色はないか。あ、マロンはニオ
ーと一緒の色は嫌だから、あ、黄色がいい。黄色意外とね、黄色に合うんです。マロン色は赤。お、どっちかな。みのちゃん選ぶかマロン選ぶか。これで黄色ばっかだったらあれだね、推し編ですね。推し編だね。なんかオレンジだし、なんかペンライトが分かるようになった。こんばんは、だってこんばんは、ありがとうございます。今日はあったかかったね、全然福岡は。まこたんね、いろんな服着るんですけど、意外とね黄色も似合うんです。黄色のパーカーを着るんですけど。すごいすごい、ありがとう。パクパクで、で、今日シーツの窓辺はグランド砂時計、あなたが待っている時間が影になる。レレ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 。青いレモン、懐かしい。なんか突然終わっちゃったよね。手のひらで関東は寒かったです。あ、そうなんだ。セリフを覚えてるんだって。ずっと好きでした、でも言えませんでした。教室の窓から見てました。グラウンドを走るあなたを目で追っていました。時々あなたがこっちを見るようで、そのために私はカーテンに隠れていました。練習に疲れたあなたにいつかあげようと思って、私の手のひらの中にはいつもまだ青いレモンがありました。青いってなる。懐かしい。言えた言えた。毎回 ABCD ABCD で違うんですよ、言うところが。懐かしいですね。もう2年前、二の島前座ガールだから、まこたんの誕生日の、まこたんの誕生日の前座ガールなんです。ハッピーバースデーマロンだって。ペンキュー、いつも来てくださるのありがとう。まこは後で呼んでくるね。そろそろマロ呼んでこようかな。まこたん、まこたんおいで。まこたん寝てたの？まこたんおいで。まこたん、まこさんおいで。来ないかな。あいじゃ、あ、おいでまこさん。恥ずかしいみたい。まこ今誕生日会してるんだけどな。ちょっと待った、やばい、来ない。ちょっとやばいね。生誕に、生誕祭に本人が不在のことってあります？まこ来ない。来ないんだけど、まこ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 来ないね。多分さ、ピザの用意してるからさ、そっちにねえ、主役の登場まだですね。呼んでない時には来るのに。いや本当にそう。いやそうなんだよね、いつもあんだけうるさいのに今日は意外と静か。寝てたみたい、ベッドから顔出してたもん。足音でわかる。え、本当に。まこたんお菓子食べる？まこたん、まこお菓子食べる？まこ、まこたん、お菓子食べる？お菓子。まこたん、お菓子食べる？
まこたん来ない。お菓子でもダメだった今日は。ママのピザのとこに行ってるんだな。お手紙はパパさんかな。だってじゃあ一個びっくりする話していい？いやね、今日がマロンが今5歳になったんですよ。5歳になってちょうど5年前にまこたんが生まれたのね。で生まれて、まあ誕生日じゃないですか。でまあ結構家族の中でもマロンとクララの誕生日はおめでとうって毎年するんですけど、それでなんか今年はママと2人でね、まあ、去年もらったんですけど福岡に来てから2人でお祝いしてて、それで2人で何をしようねとかお菓子買ってあげようねとかって言ってたら、今年はなんとお父さんがマロンの誕生日のためだけに福岡に今いるんです。今日お祝いするためにやってきて。びっくりじゃない？すごいよね。来たんです。まこたん、まこたんよかったね。まこたん、まこたんセットが来たよ。すごくない？パパ来たんです。しかもめっちゃ久しぶり、久々。ほら見て、まこたんお誕生日おめでとう。そしてピザーラも来ました。まこたんピザーラデリバリーしたよ。ほら見て、まこたんテンション高いでしょ。じゃーん、これはね栗のケーキなんです。マロンだし栗のケーキですごいのタルトになってて、これは今年はピザが大きかったから。そうね、まこたんすごいでしょ。でねこれねちゃんとね箱に入ってるの、可愛くない？ほらピザーラコミフっていうそう、しつこまこたんコミフっていうあの犬のブランドがあって、それでそれでまこたんちょっとスクショタイムだよ。スクショタイムわかるかな。おめでとう、うん、おめでとう。お腹すいたの。ここにピザがあるから、ごめんね、ごめんごめんごめん、食べたいみたい。早くみんなスクショして、あありがとうございます。食べたいのピザ、ごめんごめんごめんね。じゃあかわいい顔して見てくださいね。もうダメらしい、我慢の限界。あ、ほら見ていくよ。もう一回話してみよう。どうしたの？怒ってるの？怒っちゃダメよ、誕生日ガールは。おしとやかにありがとうございまして感謝の気持ち。パンパカパーン、見て、あーすごいすごい、ほら見てください。照り上げにし照り焼きチキンなんです。ボタンのこれ今日の夜ご飯。あ、ボタンダメダメ、見て見て見て、ほらほら、うわーダメダメ、まこたわー放送事故みたいになってるよ。まこたん怖い怖い、ちょっとまこたん待って待って待って、こうなっちゃうから生誕祭大変なの。まこたんのまだゆっくり食べよう、これほらピザです。おおいしかった。しかも噛まないんだよね、まこって。私はね、これをね、これはピザ生地なんです。ピザ生地、まこたんいる？食べる？これ食べ、おおすごくない？こんなん食べるんだよ。もうこれは分かってるんですけど、すごいの。おいしいね、まこたんね。はい、おーおいしいね。まこたんもう最後だよ、早い早い早い。はい、うわー噛まないでしょ。はい終わり、ピザもう1分で終わっちゃうんです。おいしかったね。
ピザーラでした。すごいでしょ、こんなまこたん初めて見た。食にすごい敏感で美味しかったね、まこ。ほら、完食見て、じゃーん、すごくない？このお皿は自分のお家のなんですけど、まこたんピザーラ完食、じゃーん。これしかも今日あと半分食べてるからね、じゃーん。もう第一つのお祝い事終わり。すごいよね、マロン誕生日当日何したの？だってニオと一緒に寝てて朝起きて、でそれで何してたかな、寝てたんじゃないかな。りの今日ちょっとお家いなかったからわかんないんですけど、でマロンはまだこれ食べてないから、これの美味しさにまだ興味がないの。これ多分自分のって分かってない。まこたんおいで、おいで、ここまこたんおいで、階段登って、最近階段できたでしょ。そう、ほらほら、これは自分のじゃないと思ってるんです。まだ食べたことないから、まだ興味ないでしょ。これピザーラの時は一回食べさせてあげたから興味がいっぱいあったんですけど、全然だから嬉しくないのかもしれない。ピザーラの方が好きなのかも。これはまだ自分のって分かってなくて、でも可愛くない？こんな犬用のケーキがあるんだよ。デレレレー、見て、まこマロンだからね、マロンにしたんだよ、上のトッピングも。何それだって、犬のケーキ。おー、犬の、これは初めてあげます。じゃじゃらーん、パカーンでー、わー、危ない危ない、ちょっと削られてしまった。まこさん、これ食べてみる？ケーキ。あ、じゃあみんなでハッピーバースデーの歌を歌おう。せーの、ハッピーバースデーまこたん、ハッピーバースデーまこたん、ハッピーバースデーディアまこたん。まこたんは、わあ、ありがとうございます。まこたん、まこたん、こっち向いて、はい、おちゃありがとうございます、ありがとう。まこたん、5歳のまこちゃん、ハッピーバースデーまこたん。わ、はい、まこたん、スクショだよ。まこたん、スクショだよ、わかる？はい、ほら、まこコメントして、一回コメント見よう、見なさい、見て、ほらコメント、早く食わせろなんだって、おめでとうって言ってるでしょ、ほらハッピーバースデーまこたーんって。もうまこの頭のケーキしかないみたい。ありがとうございます、お誕生日、ハッピーバー、これちょっとあげてみますね。これはね、ちなみにね、米粉が使われてるらしい。マーガリンとお砂糖と卵と栗。わっ、ダメよ。だから意外と普通に、まこたん顔が大きいね、顔が近いね。あの普通に意外とあれだし、見て、かわいい。あー、やばい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 。まこさん、これ食べ方があるらしいよ。これ半分に切って食べよう。あ、危ない、まこたん、まこたん、危ない危ない、どうしたどうした、
もうまこたん今落ちそうになったのベッドから。危ない。まこさんちょっと落ち着こう一回。ケーキさ、これまこさんのやつだからさ、まこたんがさ食べないとあれなんだよ。じゃあこれ小さく切るから待ってて。まこさんねえ、もう一人人が欲しい。ちょ、まこさん一回こっち、ここにしたらりなが、ま、小さく切ってあげるからナイフが欲しいな。見て、ちょっと分解させることにした。ハッピーバースデーまこたん、ハッピーバースデーまこたん。あ、これモンブランなのかな、モンブランタルトなのかもしんない。ハッピーバース、危ないよまこさん、また落ちるよあなた。さっき足踏み外したでしょ。はい、分解させました。じゃじゃらん、ほらほらほら、すごくない。うわー、やばいやばいやばい、大変大変。なんかマコが見たことないマロンになってる。じゃーん。でも切らないと、一口で食べて喉詰まらせたらよくないから切らないといけ。マコちゃんここおいで、ここここ。あ、じゃあこれを近づけたらいいんだ。マコさん近づけて、こことここに間をなくして配信したらマコさん落ちないね。ほら、これクリーモンブランの。まこたん上においで、上おいで、ほか、はい、これ食べよう。まこ、これをこうして。まこさんない、登ってきなさい。まこたん、はい、まこたんにケーキをあげます。じゃーん。まこたんカメラを意識しない。こっち、じゃあこっち向いて食べてみよう。まこ、こっちこっちこっち、リーコの方、リーコの方、こっち。まこたん、まこたん見て、ここよ。おお、すごい。はい、パク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 、おいしいね。一口でいきます。だって一口でいきます。見て、これも本当はまこたんいっぱいゲーできるんですけど。あー、危ない危ない。こっちで食べて。まこたん待てよ、まこたん待てわ、まこさん待てわ、まこたん待て、待てだよ。よし、あら、できた。待て、できるわんこだね、まこだね、お利口だね。じゃあ、まこ、まこじゃない、待てすればいいんだ。まこ、お座り、お座りはマロン。はい、よし、いいよ。ほら、おいしい、おいしいね。ジャンプしてる、だってジャンプしてて、もちゃんとね待つんです。危ないよまこたん。まこさん、お座り、見て、今お座りしてるの。まこさん、待てわ、まこたん待て。おいしい、これ、おいしいと思って食べてるのかな。ゆんちゃん待て、できるよ。はい、もう飽きた、もういらない、これ。明日の朝食べる、だと食べ過ぎたかもね、今日はね、誕生日だけど。パチパチ、まこたんよくできました。あと残りのケーキは明日あげようかな。これケーキあげるまで大変だったでしょ。ほら、これはあと明日あげます、これだけ。あ、ケーキありがとう。まこたんも今日いっぱい食べたもんね、頑張ったね。はい、やったー。でもまこたん普段いつももやし生活なので、ドッグフードにもやしをいっぱい入れて
かさ増ししてあげてるワンコだから、ダイエットのために。だから今日あたがごつんごしたね、まこ。だから今日くらいはいっぱいあげたいんです、お誕生日くらいは。わかった。本当にもやしをあげてるよ。もやしをスーパーで買ってきたもやしを炒めて毎日あげてます、かさ増しして。お腹がいっぱいなんだと思う。だってやっぱそうだよね。でもいっぱい食べれてよかったね、まこさん。まこさん、みんなにありがとうございましたわ。ここおいで、おいで、ここおいで、まこさんおいで、おいで。ねえ、マロンさん、はじめまして、はじめまして。まこたんおいで、ここおいで。もうなんか食べ終わったら別に今のこと興味ないらしい。おいで、ここ。みんなにありがとうございましたよ。僕の生誕祭を開いてくれてありがとうって。僕のよいしょ、中さん、感謝の気持ちを伝えるのは大事だよ。はい、じゃん。僕の誕生日パーティーを開いてくれて、せーの、ありがとうございました。おめでとう。だって、おめでとう。パチパチ。おめでとう。だって、おめでとう、まこ。じゃーん。もういいの？あ、タワーが立ってる、まこたん。かっつん、ありがとうございます。ありがとう。画像もありがとう。おー、まこた、ありがとう。まことのツーショットは珍しくない？ありがとうございます。ありがとう、かっつん。ありがたわー。ありが、おまこさんがちょっと限界らしい、今日は。ありがとうございます。まことはお誕生日おめでとうだね。5歳の5歳はショールームで騒がない約束できますか？今日もうるさかったからな、何とも言えないけどお誕生日おめでとうだって。ありがとう、マロンの誕生日会でした。静かになれるかな。ひのちゃんもお誕生日おめでとう。ひのちゃんも、まこはもう、お、多分あっちにリビングに戻りたいと思うので、よいしょ、はい、戻りなさい。どっか行って、よいしょ。まこたん、でもきっと喜んでると思います。喜んでると思うよ。なんで今日はいっぱいこんなにピザをこう食べられるんだろうとかって。そうよ、なんで今日はこんなにケーキいっぱい食べられるんだろうって。そう、犬ちゃんもお誕生日だって。まあ飼い主なのでそうそう、お祝いしてくれてありがとう。今年の抱負お願いします。まことは何だろうな、今年の抱負。いっぱいおいしいご飯を食べれますようにとかな気がしない？マロンのことだから、ショールームでいっぱい吠えられますようにとか、目立ってますようにとか。クララのお手紙なかったんですよ。お願いしたんですね、クララに書いてって言ったら、したらクララ書いてくれなかったんです。だからマロの接待の手紙なしなし。クララは拒否されました、お手紙拒否。僕は書けませんって。だからマコタン他に友達いないので、
人脈が狭いワンコなので他に友達がいないから頼む相手もいないんですね。そうだからないんです。ちょっと待ったーもない。人脈はないか、犬脈、犬脈だ。コムさん、アイラブユーありがとうございます。マナヒさん、ありがとう。ユキ、ありがとうございます。てっちゃんもありがとう。アヒル、ノリさんもかわいい、ありがとうございます。クジラッキーもありがとうございます。ビバップさんもありがとうございます。リョウさんもユキありがとう。カッツン、ケーキありがとうございます。小賀さんもありがとう。ただの魚さんもありがとうございます。イバップさんありがとう。ヨシヒロさんもありがとうございます。ぴょん、ねえそうなんです。こんばんは、だってこんばんは。ピナちゃんのナナちゃんと友達にしてあげようだって。あーそう、友達になりたいなって言ってるんですけども、なかなかね、犬を、お互いの犬をさ、こうお家に呼ぶのとか難しいじゃないですか。だからなりたいねとは言ってるんですけど、まあ友達なれてないね。ななちゃん、ななちゃん、ななちゃん、よいしょ。そう、ピナのお家もねあれなんです、トイプードル。ポヨンも入れようだって、いいね。できた、きっと入れたよ。クララの歌は、あ、クララの歌はあるよ。お母さんにクララ連れてきてもらおうか。まこたんに誕生日ライン来なかったの、来なかった、来なかったけど、でもファンの方が画像を作ってくださったりとか、そう、あのおめでとうっていうメッセージ来たりとか、だからそれをまこたんに全部してました。まこたん見てって言って、まこたんにこんなメッセージがいっぱい来てたよって見せました。楽しかった、まこたんの生誕祭。ズームの出番だった今度で LINE 電話してみようかな。 LINE 電話、ああいっぱい騒いだら疲れちゃった。ぽよん、ありがとう。にのりのりで画像を送ってくださる方がいっぱいいて、それ見てました。全部、まこたん有名犬だって。有名犬だ、みんなのおかげで。あ、ゆき、あやりゅうパパさんありがとう、ありがとうございます。ああ、なんかマロンがいなくなったらめっちゃ急激に静かになったくないね、めっちゃ静かになった。ニューもさ、マコがいないとさ、普通に喋っちゃうからあれなんだけど、マコといるといつもあんな感じ。マロンくんの握手会をしましょう。じゃあ今度のサンパレスじゃないや、国際展示場の握手会でしようかな。振り返れんで、そうだよ。したらみんなは生誕って起きて、マロンが好きなお菓子を持ってきて、マコがめちゃめちゃご機嫌なルンルンで握手できるようにしないといけないんです。逆に、なんだろうな、でマコ暴れたら怖そうだって。マコそんな暴れることないんですよ。あの噛みついてるとかは絶対しないです。まだ誰か他の人に、まあマコたんに悪いことをしたら分かんないんですけど、
噛みついたりとかはしたことない、ないです。なんかそこはご安心よとかって言ってするつもりで。なんかテロップが出るね。そう、テロップが最近出るんです。なんだろう、533とか出てくるね。そう、まこたんでも生誕 T ないからあれなんですけど。あ、まこたん来たかったの？おいでおいで、じゃここ来たかったらしい。まこたん、どんな年にしたいですか？5歳は。またクンクンしてんの？なんか匂いする？クン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 って。5歳です、まこたんは。5歳になりました。これからも元気でいてね。わかった？無茶なことをしてソファーから飛び降りたらダメだよ。ダメだよ。あ、そういえば動物といえば、この前まいちゃんと一緒にノースサファリ、ノースサファリ札幌さんに、イーゾーの中にあるもういろんな動物がいっぱいいるんですけど、それを見に行って、でライオンを、こんな音くらいのライオンを抱っこしました。可愛かった。で、絶対ライオン抱っこしたいから、そのためのためにめちゃめちゃ、もうめっちゃ市場に並んで券売機で券を買うんですけど、そうです、抱っこして写真を撮るっていうのをしました。かわいい。ライオン抱っこしたことある人？はい、赤ちゃんライオンなんですけど、もう終わっちゃったらしい。5日でね、帰っちゃったんだって。どこに帰ったんだろう。ライオン抱っこしたことある人？あとね、ミーアキャットとかね。何があったっけな、ミーアキャットとか。あ、ワニ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 とヘビと、普通に無料のやつだったらウサギとか豚とか、そこら辺のも触れました。あ、カワウソが可愛かったの。カワウソがね、リノが餌を買ってガチャガチャで、で、ガチャガチャで壊して、で、餌をここに置いたらね、こう手を出してね、取るの。可愛い。いや、可愛い、めっちゃ可愛かったです。そうなんです。今日からトナカイが来てる、そう、トナカイが来てるらしい。で、それでトナカイ写真が撮れるそうなので、ファンの皆さんもぜひぜひ。子供でもライオンは怖いよ、だって。え、でもそんな大きくないよ。思ったより大きかったけど。写真、写真、あ、腰が痛い。ほら、じゃーん、可愛くない？ずっとね、お菓子を持ってないとね、ずっとお菓子を持ってないと、見て、今のまこやんちゃね。まこだ。あくびするときは手よ。ってしないとダメよ。なんだ、ライオンの話したからこっち来たの？ニーコンどこに来たの？ほら、男の子が女の子か分かんなかったんだけど、リノと比べたら、でもリノのお腹にすっぽりはまるくらい。マコタンよりは全然大きかったですね。かわいいよね。で、ずっとお菓子を、棒のなんかお菓子をずっと食べてないと抱っこできないらしくって、でももう限界らしいです、この大きさが。
お話ししたら、もうこの大きさが抱っこできる限界らしくって、で5日までだったらしい。だから絶対まいちゃんと5日までに遊びに行くぞって言って遊びに行きました。したらライオンでも意外とね、人もいっぱいいたんですよ。そのイーゾの中でライオンのコーナーだけじゃなくて、これ以上大きくなると腰がごめんね、どこいせ、あのこれ以上大きくなると抱っこできないし、やっぱ凶暴になっちゃうかもしれないみたいな。そうだからギリギリのとこだったらしいので、もうお家に帰ったらしいです。思ったより大きいだって。でも可愛いですよ、リノはもう可愛いと思いました。ラッパくらいの大きさ、もうちょっとちっちゃいかもしれないけど、そんくらいでした。そうでもなんかお肉食べてましたね、いつもずっと寝てました小屋の中で。よいしょ。止まっちゃった、ごめんね。やっぱり手が大きいね、だって。そうなの、楽しかった。でもカワウソも可愛かったかな。今もう動いてる、これ。ただいま、残り充電が 20% ってなりました。今何時、33分で45分で終わりにしますね。大きな猫だからね。あ、そうなんだ、ライオンってライオンといえばさ、あのさ、リノのさ、あのリノのさ、シマウマ事件がさ、行かないで、だって45分で終わりにするね。シマウマとさ、牛の事件のこと思い出すよね。リノは絶対シマウマだと思う、ん？牛だと思ったのに、あれシマウマらしい。そんなのももう懐かしい。ゼブラ事件。リノさん、あれ知らなかったよ。なんとか姉さん、リコピさんが言ってたやつ、ググったんだけど名前忘れちゃった。なんとか姉さん知らなかった。あ、そう、ミル姉さんって方、そう、あの方知らなくって、リコピさんが何のこと言ってるんだろうって思って、そうなの。知らなかった。ええ内村さんがやってんのあれ。あ、そうなの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 、そうなんだえ、そうなの、え、すごいの、知らなかった。画像だけ見てと思ったんだけど、そうなの。あのスカットジャパンに出てるね方ですよね。そうなんだ、画像じゃ分かんなかったりの。牛だ、あ、シマウマだと思って。シマウマ、牛、あれどっちだ、牛、うん、なんだ。そうなの、知らなくてりの。牛、ゆうちゃんが生まれる前くらいの番組。あ、そうなんだ。じゃ2000年くらいかな。そう、でもそのリコピさんが言われて、あ、そうなんだってググった、その間に。そうらしい。だからそんな感じで、でも虎柄とかもあるじゃん。虎柄とかさ、
虎柄とか、あとヒョウ柄、ヒョウ柄とかさ、なんだ。でも顔柄はあるらしいよ。今顔柄のコート、そういえば去年買いました。顔柄のコート買ったりしたの。だから顔柄とかありましたね。1998年から2003年までだし、あーちゃんの生まれて1歳。マロンの誕生日会間に合ったらって。マロンくんはね、もうね、ほらじゃーん、寝てます。もう眠たいって。ほら、眠たい。いっぱい食べたら眠たくなった。まこたん、まこたん眠たい。やばくない、さっきあんなにうるさかったのにさ。もうご飯食べたらどうでもいいんですよ。ケーキ食べたら。まこたん眠たいの。もっと寝る体勢に入ってる。まこたん、まこたん、もうダメらしい。多分この幸せなまま寝ちゃうんだろうな、まこたんは今日。犬とマロ似てる。え、言われたことない。目が閉じそう。閉じそうですね。でもさっきまでずっとあのお父さんと一緒にいてね、あのずっとお父さんのお膝の上にいました。でも今リノの部屋にいるからリノと一緒にいたいんかな。夢の中でもピザ食べるだろうな。だってじゃーん、あまこたんこれもう違うよ、もうないよ、ないです。これピザーラ、この箱一生使えそうじゃないないない、見てごらん、もう出てね、もうもうないでしょね、退場もうないって。ないの、まこたん犬が寝てるとこって可愛い。めっちゃわかる。リノもずっとゆさゆさしちゃう。まこ起きてって。箱はわかるらしい。もうこの箱の中に好きなものが入ってるって覚えたねえ。まこたんかわいいね。マロンくんお誕生日おめでとう。ありがとう。まこたん誕生日おめでとうだって。よかったね。まこたん目が覚めました。だからもし、あ、うちも今度誕生日に買ってあげようって。そう、買ってあげてください。ワンちゃん飼ってる人、はーい。でもあんまりいないよね、ワンちゃん飼ってる方。はーい、ワンちゃん飼ってるリノ。多分ね10人いると思う。10人いると思うんだ。いないかな、いなさそうだな。1、2、3、なんでもいいよ。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと一人、早く早く一人出てきて。10人いると思ったんだけど、いないんですね、意外と。嘘はダメだよ。犬飼ってる人、ケラケラじゃないのよ飼いたいだって。あ、飼いたいね。柴犬飼ってるよ。柴犬かわいいよね。だってガーン、できませんでした。飼ってる人恥ずかしくてコメントできないかな。
人でした。この今日見てくれてる方の中で、まあ、リナ含めて10人ということで、隣の犬が、隣の家が飼ってるだって隣の家が飼ってるんだ。ちょっと遠いなあ。まあ、ワンちゃんはめちゃめちゃ運命的な出会いでもあるので、そうそうあるので、マコともね、マコはにあの今日生まれたんですけど、時差落ちに来たのは12月で、で12月に来たけど、2月に来たので、マロンがお母さんがあのショッピングモールで駐車料金を払わなきゃって言って見てたんですよ。テクテクっていろんなで隅々まで見てみようと思って、そこでペットコーナーがあって、はぁと思って見たらマゴタンがいたの。だから高額な駐車料金を払ってマゴタンを買いました1000円くらいの駐車料金があるじゃん、割引みたいな、それでね1000円分くらいを買おうかなと思っていてたら、まさかの何十万すごいよね。でももう本当にたまたまです、うん、出会いました。でも今は大事な家族です。びっくりよね、1000円2000円くらいの駐車料金でさ買おうと思ったのに、可愛いのがいるって連絡が来て、見たらめちゃめちゃ可愛くて、そうなんです。どうしたの、次遊んでほしいの、まこさん。今日は誕生日だから、りの何でもしてあげるよ。でね、でね、帰ったらね、こんなちっちゃいワンコがお家にいてね、 500g かわいいと思いました。でもずっと震えてたから、もう懐くの難しいんだろうなと思ったら、今こんなに生意気ワンコにずっとね、見ると震え出すんですよ。で抱っこしてこうやってもずっと震えてた。なので今はもうこんなワン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 言うんですけど、来た当初はもう家族見たらずっと段ボールの中で、その時お家もないからさ、トコ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 ってして、そうなんです。お母さんが買おうって決めたのだって、そうお母さんが買おうって決めました。お父さんも特に何もなかったかな、うん、でも今めっちゃマロンのこと好きです。だって誕生日に会いに来るんだもん。リノもビスの撮影の時以来東京に帰ったんですけど、その時以来に久々に会って、あ、お父さんと思ったら、マロン、リノに会いに行くんじゃなくてマロンに会いに来るからね、悲しい。なんで来たのって言ったら、マロンの誕生日だからってさっきピザあげてました。だって今日来るんだもん。運動しないと太るさーって。そうよ、なんかまこたんもちゃんと毎日マラソンっていうか、散歩、あ、行きます、ちゃんと。あ、今何時だろう、46分やで。腰が痛ててててマロンがおとなしいと心配になる。え、めっちゃ言われる。うるさいとうるさいで、うるさいうるさいとコメント欄がいっぱいになるけど、まこたんが静かだと、まこたんはって、朝もさうるさいってみんな思ってるけど、朝は意外とまこたん静かですよ。朝はちゃんと寝てます。なんですけどね、今日はいっぱい応援じゃないや、お祝いしてくれてありがとうございました。ジュンジュン
ルンありがとうございます。ゆうやっぷさんもありがとうございます。タラの魚さんもありがとう。クジラッキーもありがとうございます。ゆうさん I love you ありがとう、ありがとうございます。腰がいてててて、なんかカラオケ配信直ったらしいので、土日、あ、土曜日は公演なので日曜日とかはカラオケ配信しようかな。よらぴこ日曜日よろしくお願いします。久しぶりに、よ、今んとこね時間があったらしたいと思います。マロの絵を描いてあげよう。今日は12月6日ありがとうございます。よし、ランキング見たいと思います。13位がアイデンパパさんありがとうございます。12位が、ビバップさんありがとうございます。11位がただの魚さんありがとうございます。10位がクジラッキーありがとうございます。9位がマナフィさん、マナミさんありがとう、ずっとりの好きありがとうございます。8位がともちゃんありがとうございます。7位がコムさんありがとうございます。6位がじゅんじゅん久しぶりありがとう。5位が吉田さんありがとうございます。4位がのりさんありがとうございます。3位がくわちゃんありがとうございます。2位が、5位が吉田さん、4位がのりさん、3位がくわちゃん、2位がてっちゃんありがとうございます。1位がパッパカパーン、パッパッパパンパカパー、カッツンでした。ありがとうございました。孫団の絵を特別に描きました。ありがとう、見てほら、ありがとうございます。ありがとう、本当にここね、ありがとうございました。明日は公演なので、まあ隙間時間というか、あの事務所に着いてする時間と場所があったらしたいと思います。だけどもしなかったら、あのショールームじゃないや、公演が終わってからしたいと思います。よろしく。だからね、5時くらいかな、するとしたら5時くらいにしたいと思います。するんだったら、ではバイバイ。今日もありがとうございました。まこさんおめでとう、ありがとう、本当にいっぱいありがとうございました。ギフトもいっぱいありがとう。まこさんも喜んでるね。これからもまこさんのことよろしくお願いします。うるさくても好きでいてください。バイバイだって、バイバイうるさかったね、おやすみ、寝ましょう。まだ早いけどね、メール送ります。あ、明日メール送れないので寂しくしないでください。ツイッターいっぱい更新したいと思います。頑張る、バイバイ。